はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何でしょう、四つ目ですね、三重県北九州地域情報チャンネル四つ目が、久しぶりにね、青いチャンネルの方に戻ってきましたよと。今までね、いろいろと分散させてやってたんですけどね、まあ、そのあたりの詳しい話は別の動画やってるんで、それ見てもらいたいと思うんですけど、今回、その、こっちの青いチャンネル復帰第1弾ということでね、始まりました。これですね。方巻きでございます。さあ、ということでね、この絵方巻き、何でね、期間が決まってるんでね、情報入ってきたとこからね、どんどん出していこうと思います。第1弾は1号館なんですけど、これね、多分1号館の水産部門だけかな。デリカの方は、が、また別であるんだと思います。ただね、とりあえず、水産の方だけ、チラシがゲットできたんで、これを設定解説、まずやっていこうと思います。5品目ですからね、この前のおせちみたいに、とんでもないことにはならないと思います。なんなら私、この後、もう1時間、2時間で、出かけないといけない、上に、これ実は撮影してるのがね、まあ、ぶっちゃけ1月3日なんですけど、この後ね、ですから、あげるのが6日ですよね。で、4日、5日、用事が入ってるんで、今からね、とにかく急いで撮ってね、編集してね、アップロードかけとかないとね、ワンチャン間に合わないんでね、急いで行ってこうというわけでございます。まあ、そんなに時間もかからないと思いますんで、早速やっていきましょう。おう。ってことでね、まあ早速、データを見ていくんですけど、これね、すいません、まだね、コピー取ったやつで、ね、こうやって配置しとこうかなとも思ったんですけど、思った以上にでかくてですね、スキャナーよりもでかかったので、しまった。これ昔のね、でかい、A3 のやつね、持ってた時だったらね、全然スキャン対応できたんですけど、今もちょっと、持ってないんで、あんま買うこともないんですからね、とりあえず写真ナビを駆使して、やっていこうかなと思います。品目としてはめちゃくちゃシンプルです。4品目プラスハーフサイズの、セット。しかもそれもセットのやつがワンセットっていうことなんで、あ、そういう感じでいったんやというわけでございますね。多分、デリカの方で、まず別に作るんだと思います。これ結構スーパーマーケットではあるあるで、うん。FO 巻きに関してはね、結構水産部門は水産部門でお魚の巻き寿司を作って、大体お魚屋さんの〇〇って書いてやってる場合は水産部門の扱いでやっておって、で、デリカの方はデリカの方で動いてやってるよっていうことが結構あるんですよね。多分、亀末はそういうのは生まれないかな。亀末は、要は寿司を、なんかありません？スーパー行ったのに、なんか寿司コーナーがなんか、パラパラに、ここに寿司あったのに、なんかしばらく歩いたら、なんかここでも寿司売っとる。あれ？なんか刺身が売っとってね、刺身の横にでお寿司売ってるなぁと思ったら、なんかしばらく歩いてたら、なんかコロッケとか売ってる横でね、あれ、ここでもお寿司売ってるわ、みたいなことあると思うんですよ。これはね、同じ会社でも部署が分かれてる水産部門と、デリカーですね、惣菜部門で分かれて、それぞれが作ってるっていうケースもありますし、まあ、あと、テナントが入ってるっていうケースもあったりするんですけど、1号館の場合もちょっとそのあたり気をつけないといけなくて、今回、水産、これは、全店舗、あ、そっか、通の丸の内店、通の丸の内店だけは、水産が、テナントが入ってるはず、五条さんだったっけな、が入ってるんですよね。で、1号館で、4日地点とかも昔そんな感じで、あそこも五条だったよね、N さんとかが入ってたりとかして、水産部門がもともと許可を持ってなかった。で、まあ、4日地点に関して言うと、水産持ってなかったし、デリカも持ってなかったんですけど、最近は水産は完全に直営に一本化されて、デリカは、味吉さんが入ってるんですけど、味吉さんの横に、実はこっそり寿司売ってるね、一号館の直営の寿司を売るコーナーが出来上がってたりするんで、実はあそこの寿司コーナー結構カオスだったりするんですけどね。うん。とかっていうのがあったりするんで、結構お店によって変わってくるんですけど、これは、ですか、水産扱いですね。この、デリカのあるところのやつが覗くに書いてないんで。っていうことがあるんで、ちょっとこの辺りはね、まあ各店舗、ちょっとその会社さんごとにある程度知ってる情報で、入れていこうと思います。で、なるべく今回はそういった感じで、おせちに関しては、そのテナントことでまず、やるっていうことがそんなにないんで、会社を挙げてね、全体としてやることが、企画としてやることが多いんで、クリスマスケーキもおせちもね。ただ、
恵方巻きに関しては結構その部署ごとの力が強かったりするんで、今回はちょっとそのあたりとか、あとペナントも、恵方巻きに関してはお寿司で出してきてる。例えば、多分、金末だったら、日永の金末だと、マルチューさんが入ってますよね。そうすると多分、マルチューさんはマルチューさんでオリジナルの、方巻きを作ったりとかっていうのがあると思うんですよね。金末は多分、水産で寿司を持っているところがないはずなんで、もうデリカはもうデリカで、玉のでね、一本化してますから、多分、そんな、ないと思うんですよ。ないはずなんです。起こりうるのはどこだ？三種か。三種は、あ、でも三種も寿司は統一してるか。愛妻クラブで統一してますもんね。あそこに一本化してやってるけど、ただ、火曜とかだと、別でテナントでね、お寿司を作ることやってるテナントが入ってたりするんで、そのあたりとかが、ちょっとね、ややこしい。今回に関しては、かなり複雑化はするとは思います。なので、なるべくね、分かったところはね、パッとデータを取ってね、上げていきたいっていうのがあるんですよね。で、今回は5品目っていうことで、で多分そのベーシックなやつは、多分、総菜の方で上がってくると思うんですよ。で、今回も完全にこっちの水産に関してはもう、魚を使ったもうお寿司系のやつで、もうアイテム絞ってやってる感じですね。で、一覧作っときました。もうね、その一覧見ながらやっていこうと思います。よいしょ。こんな感じで一応一覧表なんかを見ながらね、やっていこうと思います。まあ、これはとりあえず、一社として見てみると、全体として見てみると、アイテム数もう5つにしますよ。それでもだから多分、水産だけだと思います。また、総菜のデータが入ってきたら、総菜で出していこうと思います。で、最高価格は2139円から1059円ということで、かなりちょっと高めの設定になってますね。これは、単純にその、原材料費の値上げで云々よりも、お魚屋さんのやつなんで、要は、普通の福神巻き、恵方巻き、海苔とね、かんぴょうと、よく知られる、要は、魚入ってない、太巻き寿司が、今回はアイテムにないんで、それで最低価格が上がってるという感じだと思います。ハーフを3本セットなんですかないんで、ちょっと今回はちょっと参考に程度にしておきました。で、アイテム数も1つだけ、まぁ、こんだけで割るはずないと思うんで、多分アイテム数、これ、リストアップしたんですけど、あ、これね、効果ね、今回1つなんで、ね、パッとリストアップしましたけどね、多分私は3、4、3で、行き足りると思いますんで、三四三、毎回、恵方巻きの時のアイテム数、えぐいですから、あそこはね、そう、まあ、そうだ、あ、いや、待て、水産でやるな。あ、水産、すいません、大花壇とか水産でやってたよな。あ、違う、いいんだ、小物を、水産があっちに持ってきてるから、うん。ね、大丈夫だよね。うん、多分アイテム数が多分この地域というかなんで一番多くなるのは多分スーパーさんだと思うんですよ。で、行くと多分少ないのは金星、まあいつものパターンですけど、金星は多分アイテム数を相当絞ってやってくると思うんですよね、予想ではね。で、多分産地はえげつないアイテム数を作ってきます。多分10とか20、この去年別に動画にしてないんですけど、アイテム数チェックやってたんですよね。店頭売りで23アイテムあったのかな。ハーフも作ってやってたんで、めちゃくちゃやっとった。どうだ、で、惣菜は惣菜でやるんだ。カツの太巻きやるんだ、あそこ。っていうのもあって、それもカツもエビカツにヒレカツにとかって言っても、カツの、太巻きだけで8アイテム、9アイテムだったんだ、これ。ぐいなと思っとったんで、うん。で、いうのがあったりする。中で言うと、まあ、とりあえず、序の口ではあります。5品目ってことでね。一つ目、多分、まあ、私に、まあ、こうやって書いてあったんで、まあ、縦書きでね、縦書きのやつに関しては、縦の優先順位でこう見ていこうと。で、横書きのやつに関しては、横書きの優先順位で見ていくような動線で作ってあるかなと思ったんで、そういうふうにして、とりあえず作ってみました。で、そうすると一番前に来るのが、でもこれだと多分中日に来て、この2番のやつが多分一番売りたいやつになってくるのかなと思うんですけど、まあまあまあ、沈黙しもってますからね。一つ目、端のところから行くと、本マグロ9トロ、特選マグロ尽くしってことで、ザ・マグロですね。沈黙もね、超シンプル。4品目に絞ってありますね。
大場が共通で入っておって、パレートもそうなんですけど、で、マグロのたたきに、キハダマグロが入ってて、本マグロの中トロが入って、これが目玉になってきますね。なんで、私、縦書きがあれなんだなと思ってたんですけど、これで改めて見てみると、一番端っこのところに本マグロ、中トロとかマグロとか生サーモンとかっていうふうにバーってきてるんで、多分見方としては横文字の見方の、優先順位で、いいの入ってますよっていうふうに見せようとしてるのかなという感じです。まあ多分、横ありがちやつだからそういうふうにしたのかなと思います。多分これ別に適当にやってるわけじゃなくて、多分ちゃんと会議で決めて、うん。動線的なものは、今のこう、どっちかというと、横線でね、左から右に、動線を見る癖がもうついてるので、縦書きに慣れてないんでね。そう、昔の人だと縦書きに慣れてるんで、右から左に、いいものの優先順位を持ってくるって言うんですけど、若い子狙うときには、意外とこの左から右の動線、縦書きでももうそれにしてしまった方のが、優先順位として、その、インプレッションしやすいっていうのがあったりするんで、それで多分そうやってしてるんだと思います。で、いうふうに見てみると、ちょっとリストがね、余計見にくくなるんですけど、でもね、ちょっとリストの入れ方とかはちょっと面白いんですけどね。マグロの叩き、引き、ハラマグロ、中トロマグロ。これはまあ分かりやすいですね。で、次が、あげてくるのがお魚屋さんのってので、大体お魚屋さんのってついてる場合は、水産の部門が、管轄してる場合が多いです。うん。で、お魚屋さんの、海鮮、冷却巻き。これが2131円。この2つがフラッグシップになってくる感じだから、という感じですね、水産部門では。まあ、いい値段ですね。やっぱり2000円してきますもんね。で、品目数9個あって、キュウリ、卵、エビ、イクラ、マダイ、ブリ、本マグロ、中トロとかで、多分まあ、こっちから見てたらね、この、本マグロ、中トロがドーンと入って、ブリ、マダイ、生サーモン、イクラっていう感じ、エビっていう感じでね。まあ、だいぶ、王者ですね。なかなか、海鮮はやっぱ入ってますね。サーモンとイクラになってますね。相当これはわがままバーディーになってな感じですよねとは思います。なるほどなというところですね。で、3番目が海鮮恵方巻き。多分これがミドルレンジっていうところになってきますよね。ですけど、まあでもミドルハイぐらいの価格帯にはなりますよね。うん。で、他のところがどれくらいの価格設定でしてくるかっていうのも、まあ、今後の見物です。多分、ラムートライアル、ラムートライアル金末が、どれくらいのその最安値設定をしてくるかっていうのが見物になってくるのかなと。イオンとかは、特にマックスバリューの方は、マックスバリューは今回は、そこまでやってこないと思うんですよ。安値で行くんじゃなくて、どっちかって多分、焼津のマグロとかに買って、あとマグロ、マックスバリュー東海はマグロ強いんでね、そのあたりとか使ってやってくるんじゃないかなという予想はしたりするんですよ。で、こんな感じで、とりあえず、フラグシップというよりは、ミドルレンジで一番注文数取りたいのはここなんでしょうね。1491。基本的に上から、なんだったっけ、下から2番目か。下から2番目の価格設定にしてあるところが、一番数を、取りに行く品目になるんですよ。一番安いやつじゃないんですって。だいたい一番安いやつはちょっとチープな感じを出しておいて、うん。で、もう一つ上に、プラスこれだけでこんなにも豪華になるのっていうのを見せる。だから、これ一回も一番安いのは、これですね、生サーモン、まあ、大マグロ、たたき、キュウリっていう感じになってるんですけど、面白いですよね。このあたりの並びの作り方もね、例えば、こっちのね、一番でかいやつは、マダイ生サーモンですけど、こっちは生サーモンからマダイにしてあるっていうね。だから、多分、安い、若い人で安いのでいいよという人、多分、タイよりもサーモンを好むだろう。だから、サーモンを前に持ってこよう。どっちかというと、高いやつを好もうという人は、サーモンよりもタイに魅力を感じたの。だから、タイを前面の方に持ってこようっていうね、ハッシュビンティのね、細かいフォーマットのところとかもね、これがね、水産部門のね、バイヤーさんのね、あれの見せ所ですよね、というところだったりするんですよ。っていうところで言うと、ここはマグロも外してありますね。で、一つ上にやってくると、マグロが入ってくるっていう風になってくるんで、多分この4番のところのやつ、3つ目のアイテム、ここで売りたいんだろうなっていうのが見えてきたりするというわけでございますね。この戦法をね、一番、実証したのが、実は勝谷らしいですね。勝谷って松竹埋めて、カツラを作るじゃないですか。カツラが安いって言ってくるじゃないですか。一番注文入るのって、120g のカツの、竹らしいです。うん。のが一番注文入るやつです。
マウスよりも運営が一番安くてね、運営が安いって言ってくるんですけど、やっぱりあのでかい1枚のやつっていうのを売りにして、竹が一番アイテム数としてて、これが今下が2番目、一番安いやつで、バーッと、注目を集めて、最終的に1つ売ります。これでも成功例としては、だからそれでも下のやつだけしか注文が入れない状態だと、厳しくなるよっていう、まあ、特に一番下のやつで、確実に利益を取れるよとかそういうやつじゃなくて、完全にそれを見せ看板みたいなね、客寄せパターンでもないという場合にはそういうことになります。まあ、牛丼屋さんの牛丼も今はそういう立ち位置に近いですね。牛丼の並盛りの価格っていうのはそういうところで、そこからだからめちゃくちゃセットをしてみたりトッピングをしてみたりとかいう形で、ワンアイテム、ワン価格帯上げるっていうので、価格維持と、限界、限界じゃない、原価率、の、維持に、努めるっていうのような作戦だったりします。で、まあ、一番安いのは、1050円。でも、1000円超えてくるのしか置いてないというのは、多分、1000円切るやつは相対分母に扱うという感じなんですよね。だから、相対分母の方の打ち出しも、見てから多分そ、1号館さんは総合的な判断をした方がいいというわけでございますね。で、あとはハーフセットは、これちょっと変わっとくて、1707円で、3本セットのやつオンリーらしいです。だから、ちっちゃいので単品でっていうのはないっていう設定の仕方はちょっともう、独特だなと思って、鬼もんマヨ巻きと海鮮恵方巻きと、ネギトロロクト巻きっていう風になっとって、で、3本で、ハーフ3本で1500円。だから、家族向けの、3人家族でね、そんなに食べないしねっていうところ向けのアイテムとしてポンと出してるんですけど、これをね、バラエティで1本ずつハーフでね、700円くらいで出すんじゃなくても、3本セットのやつにだけにしてるっていうのは、これ3種類が入ったセットで、別にその3種類を選べるようにもしてないっていうのは、あ、そうなんだっていう感じですね。まあ、なんだろう。単純に考えるとね、これだと、いや、でもね、家族でこれが、サーモンが食べれないしとかっていう人いると、結構、懸念材料になっちゃうんで、どうせだったらもう、ハーフ780円で、それぞれ1種類ずつにしてもよかったんじゃないかなと。うちだったら多分ね、こういうライトの部分にしてるんですけど、多分、調達管理で行くと3本セットの方が確かにいいのはいいとは思うんですよね。このあたりとかはどうなんだろうな。あとは原価管理か。まあ単純に1番、2番、3番で見たときは2番が一番多分原価かかってるんですよ。で、多分3番かかってないみたいな原価で言うと、1番が、あ、2番が1番かかっててっていう風なのがあるんで、多分価格をそれぞれにすると価格差が結構生まれるんで、だから3番によって欲しくないか、そこに思わなかったのかなと思うけど、まあ、落ちちゃったら、バラバラで出してもよかったんじゃないかなっていう気もしますね。今、特に結構小食な人って小食なんで、そこまで食べない人だと、これだと、家族税を狙ってるんだろうけど、ちょっと敷居が上がっちゃってるんで、そこは大丈夫かなというふうにちょっと思いましたね。まあでも、そのあたりは多分、総菜の方でカバーするような形かもしれません。店頭販売の方はね、多分3本セットだけじゃなくてやるというので、多分これで調達のその、ところをね、調整したいっていうのもあるんでしょうね。ですから、ちなみに申し込み期限は1月27日の午後5時で、お渡しは2月3日のみという形でらしいです。11時から5時までというふうになってますね。というところです。まあ、年で27日、それ以降でも、ね、別に、魚仕入れてくるのはどうせ2月、1日のね、朝、まあ、早朝、深夜とかになってくるんですけど、うん。あ、でも、まあまあまあ、冷凍のね、商材とかに関してはもう復活の段階から入ってきますけどね。っていうようなところだと思うんですけど、ちなみにね、この後に関してはね、多少遅いというかね、管理数はね、工場で作っちゃうんですよね。だからね、そのあたりはね、あ、でも、店舗で作る店舗ってあんのかな、今。うちが、あ、まあまあ、しょうなくても作るだろうけどね、どうなんでしょうね。まあ、多分、玉のが、24時間くるかとね、作るんじゃないかなという感じですけど、まあ、ですんでね、意外と、店頭組はね、店舗販売組はね、そのあたりはすごく、やっぱセントラルの恩恵を受けれますから、ね、やっぱり、ね、インストはね、大変ですからね。恵方巻きの日は本当大変ですからね。っていうのがね、あったりしますけどね。どうだろうな。今、多分、普通のお店だったらおせちよりも恵方巻きが一番大変ですよね。全部、自分のところで巻かないの。おせちは自分のところで作る
ってるところはそんなにないですからね。作ってるとめちゃくちゃ大変です。今やってるのかな、集団拠点は結構、自分とこでね、オーガニックなもん、それがオーガニックなもんで、ね、自分たちで作らなきゃいけないのでね、自分のところにね、全部ね、作ってやってるんでね、結構もう前日、29日くらいからもう仕込みが始まり、結構、連日大変だっていうような記憶がありましたけど、まあ、うちは直接、料理できない人間なんでね、わぁ、大変だって、見てましたけど、バート部署も違いましたんでね、あれだったんですけど、うん。っていうのが、あとしてっていうところでございますね。で、いうところなので、まあ、今回はだいぶ、あっさりめ。なんでね、しかもね、逆に、4品目プラスアルファで20分喋ってしまったら怖いな。佐々木さん来るの怖いなと思いながらね。まあ、おそらくね、まあ、基本的にはでも選びやすい、あれですよね。うん。まあ、お魚好きの人が食べるよねっていう前提のやつも作ってある感じなんで、多分これが、三振になってくるとめちゃくちゃ細分化されると思うんで、そのあたりのちょっと見どころとして、まあかなり、フォーダーとしては、一般的な水産がやりそうなやつをやってる。まあ、普通の岩、太巻き、かんぴょうとかが入ってる、普通の太巻きが、にか、これにぴょんって入っとってね、まあ500円、600円とかになってくるのかなっていうようなところが、入っとればもうね、オーソドックスなラインナップみたいな感じになってくるんで、一番ベーシックで紹介するのがちょうど良かったんじゃないかなと思います。まずはね、今後ね、チラシに付けてきたら、今回に関しては、ペティの時はちょっとコンビニとか触れれなかったんですけど、あなたにも多分絶対出してくると思うんで、そのあたりの情報もね、チェック入れながら、逆に視聴者様のね、もたれね、そういった関係者の方、もしいらっしゃったら、もう情報出てるよ、ここ、こちらでパンクパーティーますよっていうのね、教えてくれたら、私、当時に行きますんでね、全然、おすすめ情報とかもね、絶対、お店の人の方が詳しいんですけど、ね、そうなんですよ、このチャンネルね、なんとね、スーパーさんはね、実は人気をね、咲いてしまっているということで、ニコニコの方で、なんかニコニコの方で見ていただいてるみたいなコメントね、もらってるのにありがたいところなんですけど、ということなんで、うん。なそういうこと考えると、ニコニコでやったともよかったなってなりますからね。なるほどなって、そういうふうに言ってね、いろんな、意外なところがいろんな丸物が必要になってるので、あ、また、そうですね、今回、いちごかんで、いちごかさんは、総裁のね、本のね、やつとかね、またお話ありましたもん、全然、すぐ、問いに来ますんでね、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、次何が来るか、とりあえず、チラシがあったら見つけて、ダーッとデータリングして、バッと流してくっていう形で、とりあえず週1で、情報がバーッと出始めてきたら、多分週1だと全部間に合わないんで、毎日更新に切り替えるタイミングがどこになるかわかりませんけど、まずそのあたりとかは、またコミュニティでね、とか、Twitter とかでね、いろいろと情報を出していこうと思いますので、そのあたりもね、フォローとかいろいろとチェックしていただければと思います。ということでですね、今回の動画はこれぐらいで、締めさせていただこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。一発目からこの喋り大丈夫か。